さあ、ということで、えー、早速、角山人狼始まるわけなんですけども、まあ、今回は黒人さんがですね、ちょっと喉を痛めておりまして、あのー、ちょっと MC が難しいということなので、まあ、ゲーム終了、2ゲーム終了して、えー、番組終了の時には黒人さんに来ていただくんですけども、えー、そんな感じになっておりますので、よろしくお願いいたします。 でまた、えっと、魚視点をよく見てくださるリスナーの皆様は、今回はまあまあ黒人さんの配信みたいなイメージだと思いますので、チャットの皆さんもですね、まあ、黒人さんの配信のノリでチャットしていただいていいので、よろしくお願いいたします。なので、いつも通りの感じで、あのー、魚リスナーの方はしなくていいので、まあ、基本的にはまあ見守っていただければと思います。よろしくお願いします。では、早速、能力者の皆様を起こしてまいります。まずは霊媒師の方から起こしてまいります。 霊媒師の方、ビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますはいそれではハイタニさん、あなたは霊媒師の能力を持ちましたえっと、わかりました <laughs> 大丈夫ですかねはい、霊媒師、はい、それでは霊媒師、はい、頑張ってください、はい、はい、ありがとうございますではビデオの停止とマイクのミュートお願いいたします <laughs> これさては 相谷さん、霊媒師の能力を忘れている可能性がありますねでは続きまして棋士の方起こしてまいります棋士の方ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします<っ>それでは写楽刹那さんあなたは棋士の能力を持ちましたは,はいそれでは頑張ってください 頑張りますではビデオの停止とマイクのミュートをお願いいたしますでは続きまして占い師の方を起こしてまいります占い師の方はビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますそれでは倉持ゆ香さんあなたは占い師の能力を持ちましたああほとかす はい、最初の夜時間では人狼ではない方を一人お伝えいたしますはい人狼ではない方は天木プルルさんは人狼ではございませんはいは人狼でははいオッケーですそれでは頑張ってください頑張りますではビデオの停止とマイクのミュートお願いいたしますはいそれでは続きまして狂人の方を起こしてまいります 強人の方はビデオの開始、はい、マイクのミュート解除をお願いいたしますはいはい、はいはい、それでは赤身カルビさん<人>あなたは強人の能力を持ちましたはいわ、はい、かりましたはい頑張ってください、はい、ありがとうございますはいではビデオの停止お願いしますありがとうございますはい意外とちゃんと返事をしてくれる方なんですね では続きまして、人狼の方を起こしてまいります。この声が聞こえている、人狼の方はビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。はい。あら。えー、あら。それでは。 お二人は人狼となりました <laughs> ただいまから一分間の作戦会議を行うことが可能となっておりますそれではスタートしてくださいどうぞえー、どうするどうするっていうかこのズームでやるの初めてなんだけどもいつもどういう感じなのこれどういう感じって別にあその裏話で出たりとかそういうのやるかどうかってこと俺はあの何もしないよりかはうん、もう前に出た方が結局楽だなって思う れはど,どっちかどっちもどっちもないのさすがに。どっちもないね。どっちかだね。うん、どうするどっちも好きな方で。え、俺、出るの苦手だけどな。じゃあ、俺が出ようか出る。何で出てるいや、占いじゃない占い。で、一番なんか,なんか見見、見逃されそうじゃないまあまあ、確かに。うん、生き残れはするよね。とりあえずは。そう。土日で釣られることはないもんな。そう。o k o k じゃあ、その方向でいきますか。 俺は普通に潜伏しますね。潜伏ね。うん。はい。様子見て。言わないで。え、誰を白にしようかなじゃあ。かかないとなあれだ。仲間しあ。それでは作戦会議が終了となりました。お二人頑張ってください。それではビデオの停止とマイクのミュートをお願いいたします。 ということで、えー、役職配布すべて終了いたしましたので、早速、第1戦目を始めていきたいと思います。まあ、今回はですね、私はガヤで入らないので、まあ、笑い声ぐらいが入るかもしれないぐらいなんですけど、基本的に、あのー、入りませんので、えー、そんな感じでよろしくお願いいたします。では、皆様お部屋にお戻しいたします。 あ、皆さんは一旦ビデオの停止をしたままでビデオの停止をしたままでお願いしますはい、ありがとうございます恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました、えー、この夜時間中に名前を呼ばれてない方は能力を持っていない村人となりますのでご注意くださいそれでは1番梅原さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください2番赤見カルビさん3番安藤ピチカさん4番ダソクさん えー、ゼロストさんも踊られてまして6番タニさん7番天城プルールさん8番写楽刹那さん9番倉持ゆかさん現在9名生存ですそれでは皆様話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたしますそれでは4分間の話し合いを開始してくださいどうぞ

占い師です。ああ占い師大事ですよね。占い師さん。占い師さん。占い師。多速、死んろ。ああ、ありがとうございます。多足死んろ。それとは別に、ちょっと態度が変なんで、誰かを狙ってる気がします。今日の女性を。

最高ですはい。私が占い師です。最高です。セツナが白です。人形ではありません。メモしないと。あ、そうだ。メモないわねカルビ占いメモありなんだこれ。メモありです。メモどこで。あ、なんかもう別のところか。もう紙にメモ。紙にメモ。カルビがセツナ。携帯でいいかな。メモ。 あ、熱い。あり。うん。通りして。うん。メモ。メモ。うめえで。あと、くらもちだけ、はい。はい、はい、えっと、あの、三番目になっちゃったんで、あの、怪しく見られちゃうかもしれないですけど、あの、あの、占い師です。占い師。あ<の>、くらちゃんは、あの人狼ではありませんって言われました。魚さんに。 おお、言われたこともちゃんと書いてある。すごい。信憑性が。はい。うん、がりされたくなかったんで、あの、ぎ、ジーに言われたこと、ちゃんとメモりました。なるほど。なるほど。私。あの、梅ちゃんと、えっと、後カルビちゃんでね。あの、どっちかは人狼で、どっちかは狂人だと思います。あ、そうですね。占い師。でも、そう見えてるんでね、それはね。 えっと、クロムさんも売らない私も売らないです。えじゃあ、売らないローラーですね。ローラーだ、ローラー。りあえずローーラでいい誰、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  くらもちさんのシロ誰でしたっけ私のシロはプルルちゃんです、はい、なるほど,るほどローラーは寒水でいいの寒水で、ね、絶対に寒水,冠水はい。 じゃあ、完水で。お願いします。完水あの、途中でやっぱ、この人本物っぽいから、その人に残らせようぜ、みたいなのが、途中でローラ止めるときがある。はいはいはい。あ、それはなしってことやるならもう最後までやる。なるほど。なるほど。ってことか。詳しいですね。詳しい詳しいですね。余裕がある。今日は完水でいきましょうか、じゃあ。余裕がある。順番よな。 順番。あー、ま、倉持がちょっと今のところなんか、信憑性あります。ことは言ってたけどね。まあ、うん、まあでも、それ、それはでも、全員言えますからね、同じこと。そうですよね。<laughs> <laughs> そうなんですよ。これだって、あの事前準備の時に、この下りの話されたから。うん それはね、したたかに用意した可能性も。いやいや、別にそう。いやいやいや、別にそう。いやいやいや。いや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 。いやいローラー立てようとしてるし、もしかしたらも映ろうとしてるえあの、映る映とかの、なんか、霊媒、霊媒です。そんな単純じゃないですよ、このゲームは。ローラーしようって言ってないし。それでは、話し合いが終了となりました。皆様、マイクのミュート、マイクのミュートをお願いいたします。 はいい大丈夫でございますそれでは本日の投票順番は1番梅原さんから番号順となりますそれでは梅原さんどなたに質問されますかあじゃあ入りたいねはいちょっとあの結局はい わーわーキャーキャー言ってる中で、ちょっと何も思考がまとまらなかったんですけど、これ、ローラーって話で決まったんですかうー、んうん、まあ、いや、一応打足さんが結構やっぱり経験者っぽいから、そこにちょっとみんなが乗っかってるって感じでしたね。うん、だから決まったわけじゃないけど、まあ、生かしとくわけにいかないもんね。こう、こんな3人も出てきたら。うーん、まあ、そうなんですけど、どう、どう,う、ね。放置する 放置は俺見たことないけど。いや、確かに。いや、ローラーはした方がいいんですよ。<laughs> 俺3人、占い師が出てきて、占い師、放置はマジで見たことない。<laughs> いや、でもまあ、これ,れ結構霊媒だ出ようって言ってたけど、霊媒って。プルルが霊媒出てて。出ましょうって言ってたけど。俺霊媒なんですけど。俺霊媒です。あ,あ、でもまあ、まだわかんないよね。これは、その。<laughs> いや、まあまあ、そうっすね。俺、そうだよね。<う>俺は、うん、でなんで俺がで出た方がよかったんですか出ると、真、ま、っ、あ、白が増えるっていうことですね。あーな,るほどなるほど、そういうことですね。 俺0ですなるほどはいそれでは梅原さんどなたに投票されますか倉持ですね倉持さんに1票目が入ります一応ズームのお名前の横に票数のカウントをさせていただいておりますのでこちらで各自ご確認くださいでは続きまして2番赤見カルビさんどなたに質問されますかはいえっと切なはい私私ね 私、はい、あの、はい、占って、あの、せつなは人道ではないって言われたから、今、セツうなしか信用できない状況なの、私は今。あー、なるほど、なるほど。でも、そう、今ね、わかんないからさ、流れがあんまり、あの、<ー>ごちゃごちゃでね。で<ー>最、ローラーの場合って、これ、誰を最初にぶっ殺した方がいいと思う <laughs> え、え、確かに今、セツうな目線で言うと、うん、あのセツうなはカルービちゃんに、あの、白出しをもらっておりますので。 カルビちゃんは、今、切穴だけで言ったら、新芽に見えるんですが、うん、か逆にカルビちゃん的には、これは、えっ、ー、とー、占いローラー完遂するってことは、オッケーですかそもそも。うん、うん、まあ、それは。まあ、でも、それは、無しに、無効にするのは、難しいと思うから。うん、無効そうだじゃだから、怪しまれちゃって、村が負けちゃうからね。私が怪しまれたら。 え、じゃあそうだからね。えっこのこの話し合いで決めたく思っております。ごめん答えれなくて <laughs> <laughs> それではあ赤みカルビさんどなたに投票されますかうわまあんーじゃあ梅ちゃん。<laughs> 梅原さんに1票目が入ります。では続きまして、はい、3番安藤ピチカさんどなたに質問されますか シガさんズームのマイクのミュートですかね。すいません、ミュートにしていました。えっと、プルルちゃんでお願いします。はい。お願いします。はい、お願いします。えっとですね、はい、あの、私は結構、あの、倉持さん占い師、信憑性が高いと思っていて、はい、うん。それで、しろって言われていた、えっと、プルルちゃんにお声がけをしたんですけど、うまいはい。えっと、はい。 あの、プリルも、そう、あの、プリルが後ろだったからっていうより、うんうん、なんか発言がっぽかったな、みたいな、うんうん、おもろげな感想なんだけど、うん,うん、うん、うん。そう、若干新名っぽいなと思いましたねそんな感じがしました。ね、はい。なんか、あとちょっとこれはメタ読みかもなんですけど、はい。あの、梅原さんがすごい、表記な感じがしてて、はい。 あの、そう、だけちょっと、超超人っぽい、超人っぽい動きを感じたんですよ。思ったよね、そう。思ったよね、思ったよね。ななら、もうちょっと、あの、大人しいと思うんですよね。そう、そうなんですよ。ちょっと。暴れ聞いたと思う。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちっ原さんは待ちって聞いたんで、ちょっと怪しい。ちょっとしい気がします、ブルルも。はい。それでは、安藤ピチカさん、どなたに投票されますかえーと、そしたら、えー カルビちゃんで赤味カルビさんに一票目が入ります。では続きまして四番ダソクさん、どなたに質問されますか。じゃあゼロストでお願いします。はい。あのさ、うん、<laughs> 俺目線のね、うん。まあ梅ちゃんに白だし持ってく一応こう切れないじゃん。 まあ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 。結構怪しいけどね。一応、一応、で、それ回ってきたら。一旦、二択になってんのよ、俺の中で。で、クラムシさんが一番さ、やっぱ、それっぽいじゃん。まあ、白っぽい感じはあるよ、俺の中で。そうそう。初めて話すからわかんないけど、下だから人だったら、マジでさ、あの暴走を作るとか、やる人なのかなってのどう思う えこれさロラってさ全員もう売れないし使用した人全員切るよねあまあそうしないと意味がないからねまあなんか俺怪しい順で言うなら梅、うん、さんカルビ倉持、うん、さんなるほどね、うん、なんかうか,かなり強靭が強じアピールすごくなかった <laughs> そうだなそれでは <laughs> 多足さんどなたに投票されますか えっとそしたらカルビで赤身カルビさんに2票目が入りますでは続きまして5番ゼロストさんどなたに質問されますかえー、じゃあプッサンではいはいプッサンはいえもうこれさロラだからさ、うん、まあ票数多いから これなんかどうするとかなったら面倒くさいのかなとか思って、うん、合わせた方がいいねどうするのだから,らでもカルビーに入れようかなって思っててこのまんま、うん、えいいいかない,いいと思う申し訳ないけど、うん、いいと思いますいいと思うよね <laughs> ごめんね,ね<え>カルビーそうなんか表情が上原さんが<う>なんか俺強靭だぜみたいな感じのパフォーマンスをしたのに なぜかカルビが梅原さんに投票してなんで俺みたいな顔してたのね。<ー>カルビが気づかないからな、うんで俺に入れたのみたいな感じの表情したから、うん、ちょっと梅カルかなり黒そう。<っ> <laughs> でもしんぽいかって言われたら違うかもしれないな<ー>もしかしたら。まあでもまあどっちにしろ3人切るから。 それではゼロストさん、どなたに投票されますかえーっと、カルビで。赤身カルビさんに3票目が入ります。はい、では続きまして、6番、ハイタニさん、どなたに質問されますかそうです。じゃこの後、カルビが死んでしまいそうなので、カルビから話を聞こうかな。はいはいはい <laughs> なんかもう、ありがとうやばそうだけど。ケル先生 あそう、もう、うん、このままだと死んじゃうねこのままだと私死んじゃう <laughs> 村が滅ぶあ滅んじゃんどうして私はこんなに信用性が薄いんだ声で決めてるだろうみんないや声なのかめち <laughs> ゃくちゃ上原さんに入れたんやったっけカルビはうん入れた上原さんに入れたのはあのあのね別に強人っぽいとかそういうの考えてなくて実は、うんうん、私自身どっちも黒だからさ あの。ああ、どっち、そうか、どっちにしろ別に自分以外は自分の敵だから。そうだから、自分以外は全員敵だから上いそうまあまあ確かにそうだね。だから、怪しいとかそういうの知らん。ゼロスト言ってることは知らんけど、あの、関係ないかこれでこのまま、あの、うえちゃんが倉持さんに言えたからさ、狙い撃ちしたらさ、あの、自分の敵を絶対に落とそうとしてる怪しい奴に思われちゃうかなと思って。ああ、なるほどね。知らした。そう。知らしたってことね。みんなに判断をちょっと任せた。みんなを信頼している <laughs> それではハイタニさんどなたに投票されますか <laughs> じゃあ俺もチラシで梅原さんに入れます梅原さんに2票目が入りますでは続きまして7番天木プルルさんどなたに質問されますかはい倉持さんでお願いしますはいあの次誰占います次誰占うのがいいんですかねこういう時あーあー、また ハイタリ先生はハロ、はい、白確定なんで、し、うん、にして、はい、うーん誰かまたら誰でもいいのか別に。なんかどうどうなんだろう怪しそう。私はカルビちゃんが人狼でうめさんが狂人だと思ってるんですけど。なるほどなるほど。ほど狂人は白って出ちゃうんですよね。だから多色さんとか、うん、占いはあのどっちしろローラーで死ぬので。うん

プルルさんどなたに投票されますか？カルビー赤味カルビさんに四票目が入ります。では続きまして八番シ楽ラク節那さんどなたに質問されますか？梅原大イさんでお願いします。はいはいはい。あお願いします。いやちょっと、えー、あ,あおばさんどうぞ、はい。どうぞどうぞどうぞ聞きたいです聞きたいです。<や>ですちょっとね僕残念なんですよ今。<laughs> みんなこんなに簡単に騙されるんだなっていうのがすごく残念で、であの、倉持が、その、いや、こういうふうに盛さんに言われましたって、これぶっちゃけ人狼の配信一回でも見れば、誰でもこの文言って持ってこれるんですよ。毎回盛さん言うこと一緒なんで。で、わざわざそういうの用意する人間って後ろめたい人間なんですよ。マジで。なるほど。自分が占い師だったら、そんな、あの、小細工する必要がないんですよ。 後ろのたい人間なんですよ。<あ>つまり黒なんですよ。あ、なんか強いですね、大ゴさん。い<や>あの、大ゴさん、明日、誰を占うんですかうーん、ゼロスト君かなあー、それは何ぜですか、うん、なんか、いや、まあ、だ、誰もまだ、その、無風っていうか、役職とかもわかんないし。大ゴさん、狂人ですか違います。<laughs> <laughs> ありがとうございましたそれではシャラクセツナさんどなたに投票されますか、えー、ごめんなさいカルビちゃんでお願いします赤見カルビさんに5票目が入りますでは続きまして9番倉持優香さんどなたに質問されますかえーとじゃあゼロストさんでお願いします どうすするのがいいですかね、はい、私は多分カルビちゃんに投票してカルビちゃんをこのまま釣ろうと多分もうどこに投票してもカルビが死ぬ未来は変わんないんじゃないかこれ、うん、で梅ちゃんが強人だと、はい、まあ私目線は強人なんですけどだから梅ちゃんの強人はもう放置しておくのがいいのかなと思って次占う対象ですかあ次占う対象じゃなくて梅ちゃんは強人だから白って出ちゃうからはい、はい でも白だから、ウメちゃんも釣っちゃうと村人扱いだから減っちゃうので、でもロラは貫通した方がいいんじゃないですかね。どっちかっていうと、じゃそのツメさんが白出ししたソ足さんが本当に白なのかっていうのを、倉持さんが今日、今夜、じゃあ、ソ足さん見ます。 なんか個人的には良さそうだなと思うんですけどオッケーですじゃあ順番かカルビさん今日亡くなって、はい、梅ちゃん次で、はい、私はお願いしたいですこれでもしダソさんが黒っていたら、うん、もう梅原さんも同時にそれでは倉持ゆかさんどらたに投票されますかはいカルビちゃんでお願いします赤見カルビさんに六票目が入ります投票の結果本日処刑されるのは赤見カルビさんです それでは最後に遺言を残すことができますのでマイクのミュートを解除して遺言をお願いいたします。後悔してもしあないよ。それでは赤味カルビさんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はズームのビデオの停止をお願いいたします。 それでは皆様2日目の夜を行いますおやすみなさいませ。さあということで、えーえー、赤見カルビさんが処刑されたんですが状況的には占いが3人出ていて霊媒師が1人出ている、まあ、いわゆる3一陣形になっておりました、えー、一応ですね赤見カルビさんの結果が白人間結果が伝えられるので占いローラーは止まらないので、まあ、赤見カルビさん強人で処刑はされてはいるんですがあの仕事はしているという状況でございます。 ちょっとガヤをね、入れるタイミングがなくて <laughs> マイクミュートで笑ってはいるんですけどねさあそれではぜひ役職の方を起こしてまいりましょう霊媒師の方から起こしてまいります霊媒師の方はビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたしますはいそれではハイタニさん本日処刑された赤見カルビさんの正体をお伝えいたします はい、赤見カルビさんの正体は人狼ではありませんでしたええー、マジっすかわかりましたそれでは引き続き頑張ってください、はい、では続きまして棋士の方起こしてまいります棋士の方はビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますはい それではシャラクセツナさん、本日どなたを護衛なさいますかハイタニタツヤさん、ああの、ハイタニさんを守りますはい、では本日、タツヤさんを護衛いたしますはいそれではビデオの停止マイクドミュートお願いいたしますはいたまにある各ゲーマー、名前呼びまだまだ対応しきれないとこがありますがでは占い師の方、起こしてまいります 占い師の方、ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。はい、それでは倉持由佳さん、本日どなたの招待を確認なさいますか。蛇足さんでお願いします。それでは本日、蛇足さんの招待をお伝えいたします。はい。蛇足さんの招待は人狼です。<うわ> <laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。それでは、引き続き頑張ってください。ビデオの停止マイクのミュートをお願いいたします。 いや、強いな。<laughs> 強いな。初手から補足していく。まあ、でも、まだまだどうなるか分かりませんからね。では、続きまして、人狼の方を起こしてまいります。<laughs> 人狼の方ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。<laughs> 詰んだな <laughs>。いや、詰んでない、詰んでない。誰かも、<laughs> 誰,かも誰かも、誰かも。 いやいやさ次のターン、くらもち、俺うでしょで、それで勘違いして、倉持を騎士が守ったりしてくれるんだったら、ハイタニをかめれば、うん、占い結果、白って出ちゃうと、俺とか、俺要するに。あ、まあね。そう。まあまあまあ、そうみまあ、全員の票の向きとかをこっちに今、来てるから、梅ちゃんと俺に。うん。 でローラーする前に終わるまで可能性あるんだよな <laughs> 誰。誰 <laughs> ハイタニかんで俺黒出しされる、うんうん、で上ちゃんと勝負じゃんもう,もう倉持ちと二人で頑張って戦ってもらうしかないけどそうなると <laughs> そ,うそうだけどでも黒出した倉持ちも、うん、だ,だからねそのよく分かんない誰が黒が誰が人要で巨人かって分かんなくさせるんだったらハイタニかなって思うんだよね。 クラモチ強人もあるなみたいな。まあまあまあ、結果ね。じゃあ、そう、そういうことじゃ。いけるかな。いや、まあでも、多分クラブチ守ってると思うよ、さすがに。それでは、本日の襲撃先を教えてください。お願いします。はい、谷さんで。お願いします。それでは、本日、はい、谷さんを襲撃いたします。では、ビデオの停止マイクのミュートをお願いいたします。 まあ一応ね、あの、そんなね、なんかね、占われたからといって、まあ占いローラ入ればの話なんですけど、倉持さんの本物の占い守備が高ければ、打足さんまで行かれる可能性あるんですけど、占いローラーまで行けば3生、三名は、三人処刑できて三名は使えるんで、一応最終日には来れるんで、まあ一応ね、状況的には、まあ不利なんですがっていう感じなんだけど、格ゲーマーだと結構不利で,いいですかね <laughs>。さあそれでは2日目の朝を迎えましょう。 カルビさん本物っていうところに行ければっていう感じかな2日目の朝となりました1番梅原さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください3番安藤ピチカさん4番打足さん5番ゼロストさん6番ハイタニさん7番天木プルルさん8番シャラクセツナさん 9番倉持佑香さん恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました昨晩の犠牲者はいませんでしたそれでは現在8名生存です皆様話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたしますそれでは話し合い開始してくださいどうぞはいナイスはいはイス。占い結いはい忘れてくだいいじゃはい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 さん人狼ですあいはい おー。はい、人狼です。なるほどね。ええ、ってきてんなぁ。ゼロスト白い。あ、俺あ、俺、俺を見たのあ、俺、はい、白です。俺、白です。はー。じゃあ、はい。はい、はい先生ハイタさん。霊媒師で、カルビは人狼ではないっていう。あー、じゃあ、人か。人か、真のどっちかですね。はい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 。あー、なるほど。なるほど。 じゃとりあえず、<っ>ロラ人じゃねうだね、そうでいいと思い,ま,いまあその、倉持さんが出した、うんうん、えっと、ダソクさん黒だったっていうのを頭に残しつつも、はいうん、まあロラ、完遂完遂完遂でじゃあお願いします、<laughs> 私死んでもいいんで あま私目線からしたらもう梅ちゃんとソクさんなんで、二人で終わりなんで。そっか、そっか。黒目では。明日の夜で死んでもいいんですけど、絶対その二人は釣ってください。はい。え、え、ってことは、占い師は釣る、冠水ローラー冠水して、その後、何も動きがなければソクさんを釣るですかねこういう時って。うん、うん、うん。あ、でも噛われてダメそしたら、 2日間で2日死ぬから1234で3対1でああまあそうかそれだとえっとこれ3人ドラカルビ含めて3人ドラで強人プラス人狼1の強人と人狼とえっと村占いか占いが られてその間にえっと2日かかるから2人食われる可能性があるってことですよね。そうだから残り3人になるんだけど、そこで結局、倉持さんが本物だったら俺殺して終わりだけど、梅ちゃんが本物だったら逆に1対1になって、人狼と鉄じゃあこれなるほど。ここで倉持さんからロラして、ハイタニさんが。えっ

もしく、もしの人がクラムチさんを持ってたら今回守れないから。え、でも明日って、ハイタニさんは生きているんでしょうか、はい、いや、ハイタニさんの<や>今日を。死にますね。多分騎士が、いや <laughs> 騎士が俺を守ってくれる。騎士が2日連続守れないって聞いたんですよ。うんうん、うん、連打できない。ああ、そうだね。 そうなると、確かどっちを守ったかまだ分かってなくない岸あ誰を守ったか分かんないよね。うんそれは多分言わない方がいいよね。それを言っちゃうと、じゃそいつじゃない人を狙おうってなっちゃうから、そうだよね昨日守った先は言わない方がいいはず。あ人狼側からしたら、そのもし今回生き残ってたから誰が守ったか分かってあうか。人狼からしたら、そそうう人狼からしたらもう一回。 そうか、同じ人を噛めば死にかくですよね。消し、ね、が誰か守ったのかは誰かわかんないけどい<や>っていうことはい、まあでも、令和が死ぬ可能性高いんで、倉持、あのー、さんからっていうのやめた方がいいかもしれない。そうそう、やめた方がいいと思うよ。うーん <laughs> いや、まあでも。 あのー、黒出しもう出てきてるから、うん、もう釣ってもいいと思うあ,<ー>あるから <laughs> それでは話し合いが終了となりました、うん、皆様マイクのミュートをお願いいたしますマイクのミュートをお願いいたしますそれでは本日の犠牲者はいませんでしたので前日に投票によって処刑された2番赤見カルビさんを起点といたします3番安藤ピチカさんからの質疑応答ですそれではピチカさんどなたに質問されますか えと、えぇ、せつなちゃんで。はい。お願いします。お願いします。お願,ますお願いします。えっと、その、結局は、あの、ローラーじゃなくて、うん。もう釣ってしまっていいのではみたいな、うん。感じの方向になったのかなと思って、 いや、あれたぶんローラーはするはず。ローラーはするローラーはするたぶんローラーはするローラーはしたがいいローラーはするけど、えっと、えっと、新名、あの、うん黒出しをした倉持さんはもう一度黒を出しているので、うんあの、仕事、大役をもう担われておるので、大役、死んでいただいて、死んで死んでいただいてもいい。 という状況だと思います。あー、なるほど、なるほど。<laughs> すいません。こ <laughs> めんなさい <laughs> えそか。そう、だから、だから、もち<う>さんに投票して、うん、で、あの、見てもらうのがいいよねっていう感じ。うん、でーすね<あ>それでは、ピチカさん、<え>どなたに投票されますかえーっと、うんンらもちさん 倉本さ,さんに1票目が入りますでは続きまして4番打足さんどなたに質問されますかえーっとじゃあはい谷さんではいなんかはいゼロストが言ってたこと結構いいんかなと思っててそうですね なんか結局、仕事を終えたとはいえ、はい、そのね、決し殺されちゃったら、分かんなくなっちゃうじゃないああ、誰がですかあればいいが。ああ、まあそうですね、俺がもし。そこにかけるほどのリスク必要なのかなっていうのと、あと俺、黒出しされちゃってるから、まあ、表は、梅、まあ、ちゃんが本物と思うしかないから、確定で、はい、俺としてはね。 さんんはででも違うんですよねそう目線的にはそうなんだけど、普通に考えたらそうしないよなっていうことをちょっと確認したかった。<laughs> えー、いや、俺も分かんないんですけど、え、そのくれもちをここでするっていうのは結構リスクがでかいってことですかあ、そうそうそう。ああ、俺が死ぬかもしれないからってことね。そう。で、俺はそこでその話をして、プッサンが怪しいのかなって思っているという感じで、おすそれでは、うん、打足さん、どなたに投票されますか そう倉持さんでお願いします倉持さんに2票目が入りますでは続きまして5番ゼロストさんどなたに質問されますかいやちょっともう一回プッサンではいプッサンはいと、まあ、今そこも倉持さん釣る流れじゃん、うん、えもし今日じゃあ投票で倉持さんを釣って、うん、えもしこの 倉持さんを釣った日に、ハイタニさんが、<い>えっと、人狼に殺されたら、このまんま、えっと、その梅は、梅ちゃんと倉持さんのロラ継続で<い>もし、<い>えっと、ハイタニさんが生きてて、倉持さんの白出しを出た場合は、ソ<い>足さんを釣るっていう、そのなんか、枝分かれというか、その、ハイタニさんが生きるか死ぬかで、ロラを継続するか、ソ足さんを釣るかっていう。 二つに分けるのがいいと思うんですけど、うん、そうそれが一番いいと思う騎士はそう、ね、そうワンチャンはいすごい上手くて守れる可能性があるのは本当に今回の場面だけだから、うんはい、そうっすよねだから,だからこの騎士のあれにかけてもいいのかなと思うんですよ、ね、疑ってるとかじゃなくてくらもちさんからっつって、はい、他方が情報が落ちるこれもくらもちさん結構白よりの目線なんですよね,、うん、ねそれではゼロストさんどなたに投票されますか 倉持さんありがとう倉持さんに3票目が入りますでは続きまして6番はいタニさんどなたに質問されますかうわーあじゃあ倉持ではいはいはいなんかあの倉持を釣ろうってゼロストが言った時にうんうん、うん、はい結構ちょっとあたふたしてるなって感じがしたんやけどえなんかゼロストさ、うんがえ 本当人狼っっってなななちゃたんんでですすけけどそわはいよ私目線からしたらもう脱足さんが黒で占い師語ってる梅ちゃんがもう黒だから人狼は2人で分かっててテロストさんが多分頑張って考えようとしてくれた結果のことだと。戦略的にでもくわもちが先にするっていうのは別に多分問題はない。あなるほど。問題ないです。どうせ俺どっちにしろ多分死ぬよね今日。もし昨日の 俺、多分俺を噛みに来ると思うよね、人狼は。多分、どっちにしろ。だから、今日。だから、多分ね。だから、それで倉持が死んで、まあ、それで、俺生きてたらラッキーみたいな感じで、どうせ死ぬから。で、私死んで、灰谷さん死んで、で、残りの数は大丈夫なんですよね。大丈夫なのかなはい。じゃあ、分かりました。はい。それでは、灰谷さん、どなたに投票されますかじゃあ、倉持で。 倉持さんに四票目が入ります <laughs> では続きまして七番天木プルルさんどなたに質問されますか兄貴はいはいはい兄貴は、うん、プルルがおや、うん、しいと言っていたがあそれさだから、うん、ここでさそのリスクを負うと思うのよ 単純に、うん、まあ俺,俺目線だとさ逆に見えてるじゃん、うん、あのくらもちが黒になってるんだけど。うん、で、えー、とハイタリくんが死ぬかもしれない動きって結構でかくないと思って。いやあのねどっちにしろハイタリ先生は狙われる運命なんだよね。まあそれだけどさ今日なのか明日なのかによってさ落とせる情報全然変わるじゃない、うん そう、でも、あのー、人狼側は多分連続で収益できるからうんそう、だから、で、あのー、クラモチさんから釣るのにうんそんなに抵抗する意味がわからないだから、一回目に人狼カメに行った<う>可能性はないということねそう、ローラーだから、そう、だからそこはねそうちょっと怪しいかなーって言っちゃってるね、<laughs> そうがねなんかそれでは、プルルさんどなたに投票されますか 倉持さんにご表目が入ります。では、続きまして、8番、写楽せつなさん、どなたに質問されますか。はい、えー、じゃあ、倉持さんでお願いします。はい。あ、お願いします。倉持さん。いはい。お願いします。えー、倉持さんが、多分、はいえー、このまま釣られてしまうと思うんですけれども。倉持さん的には、うん、今の現状で、何か。思うことってありますか。こうした方がいいとか。 えーと私目線からしたらもう打足さんと梅ちゃんなので今日これで私が死んで,で明日した灰谷さんが生きてれば、はい、生き残ってたら私を白って言ってくれるはずなんで<ー>そしたら明日の昼間に打足さんが梅ちゃんを釣ってああ<ー>絶対釣ってくださいなるほどなるほど、はい、だ,だいぶソースで新芽ですよねまあそもそも黒一個出してますもんね、うんうん そっかそっかなるほどですねわかりました、うん、じゃあうん、うん、あ,あ、それでその次そ,ままその明日の夜の守,守りが大事なのかな人,人数は大丈夫でねそ,のそれで明日の夜の襲撃をそうですね明日の夜がうん、うんうん、ああ、終わあた、まありがとうございましたせつなさんどなたに投票されますか倉持さんでありがとうございました倉持さんに六票目が入ります では続きまして、9番倉持ゆかさん、どなたに質問されますか。はい、えっ、ー、と、じゃあ、白のプロル、プルルちゃんでお願いします。はい。はい、プルルちゃん。はい。でも、せなちゃんにも言ったんだけど。はい。しかしたら、もう絶対だそさんと梅ちゃんだから。オッケー、オッケー。はい。で、私は役目を果たして、今日死ぬから。はい。明日。行こう。お願いします。えー、はい。お見<ん>が、生きることを祈りながら。 そうだね、はは後の現状に気をつけながら審議したいと思います。うん、<laughs> そうだね、入ったりさんが今日生き残ってくれたらいいなと思うんだけど。うんね。ね、レンガができない。そう、<ら>そう、ね、人狼側は、昨日噛んだ人をもう一回噛みに行くパターンが高いのかな。だから、かもうめっちゃ騎士がうまく。うんうヒロを守って、今回守れるのうん。えを託すしかない。<laughs> ただ、まあ、今今今潜伏している騎士の方がなんか頑張ってくれることを祈ります。そうですね。はい、そうなんとかなるかもしれないのに。な、うんとか,とかなると思う。そう。勝てるはず。<や>村。はい。ちょっとこの後ん考えます。<laughs> お願いします。はい、よろしくお願いします。ますそれでは倉持ゆかさんどなたに投票されますか。あ、そうか自分ができないからじゃあえー、っと梅さんでお願いします。梅原さんに一票目が入ります。 では続きまして1番梅原さんどなたに質問されますかあ、じゃ、ピチカさんではい。あいや特に意味はないんですけど、全然ちょっと会話できてなかったんで。あっ、怖いです。はじめまして。あ、じゃ、待って。 岸 <laughs> ですかいや、そういうのは言えませんそうですよね。王とは言え,言えません <laughs> 結構なんか村は言って団結してる感じですね。なんかよくはついていけないですね、正直。<laughs> <laughs> もう。いやー。 そうですね <laughs> 誰が怪しいと思いますかえっとやっぱりちょっと梅原さん怪しいんじゃないかなって思ってますねパパ倉持さんのなるほどはい言ってたお二人がかなってありがとうございますありがとうございますそれでは梅原さんどなたに投票されますか黒持で 倉持優香さんに7票目が入ります。投票の結果、本日処刑されるのは倉持優香さんです。では、最後に遺言をお願いいたします。はい、役目を果たせて良かったです。あの私、目線梅ちゃんと早速さんなんで絶対よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、倉持優香さんはマイクラミュートビデオの停止を押してください。倉持優香さんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい。夜がやってまいります。生存者皆様はビデオの停止を押してください。 それでは皆様おやすみなさいませいやつらいですねこれは格闘ゲーマーあるあるかもしれないんですけど人狼あるあるかもしれないんですけど初手に処刑された占い師の真偽を基本的にもう追わないというのと基本黒出しした占い師信じがちというのがね 結構あるんですけどでもその辺はねやっぱりねその倉持さん自身の占い師の本物っぽさとかもあるのかもしれないですけどね <laughs> さあそれでは参りましょう霊媒師の方から起こして参ります霊媒師の方はビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたしますはいそれでは灰谷さん本日処刑された倉持ゆかさんの正体をお伝えいたします 倉町中華さんの正体は人狼ではありませんでしたえーそうなんだはいわかりましたそれではビデオの停止マイクのミュートお願いいたします、まあ、これでハイタニさん目線では赤見カルビさんか倉町中華さんどちらかに本物がいて梅原さんが人狼ということが確定したという形ですね、まあ、この結果を伝えられれば非常に強いんですけども実際はそれが通らない可能性が高いという形です では続きまして岸士の方を起こしてまいりましょう岸士の方はビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますはいそれでは写楽節那さん本日どなたをごえなさいますかピチカちゃんでお願いしますそれでは本日安藤ピチカさんをごえい,いたしますお願いします <laughs> ではビのの停止とマイクのミュートをお願いいたします。それでは占い師の方はすでに死亡しているので、まあ、それは人狼も分かっているので人狼の方先に起こしてまいります、まあ、ここだいぶしのぎどころですねさあどういう感じでいくのかまあおそらく配点に3種類変われないと思いますがそれでは人狼の方ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします オイス無理だよ。蔵持ちを信じてる理由がもうボードの部分でしかないじゃん。でも、そ,ね、そこつくしかもうなくない。いやけど <laughs> そうだっ、ね、でプッサンが回してると。 れなすりつけたやんだけど、プッサなすりつけんのむずいよなでもさ、もう、その、何、カルビが、その、人狼じゃない時点で、俺か倉持が黒だから。まあ、でもそこはいや、い要するに、だから、うん、かここ二人釣っても、うん、まだ多分あの、仮に人狼がもう一人隠れてたとしても向こう、向こうの村側からしてるの、うん、とりあえずこの三人釣っても、多分大丈夫なんだよね。 そうだね。一個残っちゃうんだよね。それがやばい、やばい、やばいんだよな、やっぱな。やっぱ書いたり紙いったら失敗だった、本当に。ああ、楽しみとしちゃったな。どっちにしろ分かっちゃったからね。どうする黒出した方がいいかな誰か。うん、そうだね。黒出した方が分かった分かった。適当にじゃあ、こってるやつ黒出すわ。本日の襲撃先を教えてください。書いたんだよ。いいんだよね。一いうね。 じゃいいね、はいそれでは本日はハイタニさんを襲撃いたしますお願いしますではビデオの停止とマイクのミュートお願いいたしますまあ実はねあの襲撃自体は全然悪くないんですよあの割とねどっちかっていうとねあのなんだろういわゆる真っ当な襲撃と言いますかあの全然悪くない紙なんですけども このなんか空気感的にやっぱり人狼目線と村人の目線って若干違うんですよ。なんか人狼って疑われてるとやっぱり、ああ、なんか疑われてるわ、勝てそうにないみたいな気持ちになるんですけど、実は村人目線では結構考えること多くて、あのー、なるべくね、その確信100%の推理っていうのは自信が持てるかどうかっていうのが難しいところなので、全然挽回はできるのでね、まあ、梅原さん処刑して最終日という形になると思いますんでね、まだまだ最後まで諦める必要はないという形でございます。さあ、それではですね、えー、3日目の朝を迎えましょう。 3日目の朝となりました。1番、梅原さんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください。3番、安藤ピチカさん。4番、ダソクさん。5番、ゼロストさん。6番、ハイタニさん。7番、天木プルルさん。8番、シャラクセツさん。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者はハイタニさんです。ハイタニさんはビデオの停止を押してください。 それでは現在6名生存です。皆様話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。それでは話し合い開始してください、どうぞ。はい。おはようございます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 。はい。はい。はいこれはまあ、まあロラ継続継続ですよね。うんちなみにルメちゃん、占い結果はあっ、ピチカさん、黒 なんだその、入って。<laughs> <laughs> えペチカさんが黒はいちピチカさんが黒めっちゃいいとこ黒。え、ちょっと待って、俺、倉持さんスプールラインで考えてたんだそこしかないって言ったよな。え、でもあの、私黒じゃないから、 それはそう言うよね。誰誰だってそう言いますよ。けどあの私黒じゃないので私は結構もう梅原さんが黒で確定してます私の中で。みな皆さんそうおっしゃいます。そうですよね。皆さんそうおっしゃいます。でもそうですよね。だから私の中でやっぱこれね梅原さん男足さんで確定かなってはい。ここロラしないたくってなくないです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 なもう。 ここで終わらせなかったら、もし、もし、梅原さんが人狼で、ドラの最後まで残ってるとして、ここで人狼位削らないと終わりますよね。終わりますので、それは確定、それは確定。なあ、やってください。おおそれはそうでちょかっこいい村っぽいな、急に。だから、今考えなきゃいけないのね。 は考えなきゃいけないんだけど、まず疑われてるから、うん、そのもう一個のラインを考えなきゃいけないわけじゃん。うん、カルビと倉持。え、カカルビと倉持両方。あ、そうです。あ、カルビライン、ああ、倉持ラ,ラインってことですよね。倉持さんはあの人狼ですよ。皆さん、分かってると思う。分かってるっていうかまあ、まあ人狼か。 人だった俺から見たらカルビックと倉持が人狼か狂人なのまあそうだねまあ座祖さん目線はそうだねそうそうそうでの親名だとまあまあピシャさんが黒ってことになるでしょえっとまあ俺目線だとここで梅原さんを釣るじゃんうん釣ったら狂人人狼1は消えてるって思っててうんそれはそう確定できる俺の中でプルルはもう真っ白なわけよううんんなぜ えもう怪しい要素が一つもなかったから。ああ、うんあのー、そうですねあの。占い師3人出た後に、霊媒師出てって言ったのはプロルちゃんなんですよ。うん。で、これって多分、村りしかなくて、あ、村り。はい。村り。村り,り。しかなだいぶ、村人だなと思って見ておりますね、プロルちゃんは。まあ、それで言ったら別に俺もローラーしようぜって話はしたんだけどな。 プルルもしたけどねまあね <laughs> <laughs> まあ俺もしたそれでは話し合いが終了となりました皆様マイクのミュートをお願いいたします本日犠牲となっていた6番ハイタニさんを起点といたしますので7番プルルさんからの質疑応答ですそれではプルルさんどなたに質問されますかはいえー、どうしようピチカちゃんはいはい お願いしますえーっとはい梅ちゃんがうん怪しい怪しいよねあのあー私が黒って言ってたのもうんちゃんにうん騎士ですかってさっき聞いててうん死んだったらそんなこと聞かないよな聞かない聞かないんだよね聞かないよねそう、だからだうんうん、名乗り出るメリットないもんねそう梅ちゃんが 変かなってちょっと思ったんですよね、うん、そこでそう。私も今、あの、消去風で、白ってあの言われてないから、うん、黒って言われたのかなって思ってるんですよ。そう。で、うん、今ピシカちゃんに話したのは、ワンチャン。うん。んうん、いや、違うな。あ、違うな。違うわ。なんでもないです。<laughs> そう。じゃ話したのは、うん。そう 言われたから怪しいよねっていう共有をしたかったっうそ,うそうだと思う私もそう思ったっていうことですありがとうはい<え>それではプルールさんどなたに投票されますか梅ちゃんで梅原さんに一票目が入りますでは続きまして八番シ楽ラクセツナさんどなたに質問されますかダースオックサンデお願いしますはいあよろしくお願いしますよろしくお願いします お願いしますえっと、ダソクさんって今唯一黒出しをされておりまして今、セツラ的に言うと、あの村のセツラ的に言うとだいぶなんかこうダソクさんが怪しく見えてしまっておるんですがんす、ね、これが、思考がロックされているのかなと思いましてダソクさんからの視点でいろいろとお考えをお聞かせいただきたいですよねダソクさんは誰が黒だと思ってますかまあ僕視点だと黒持ち、まあ,まあ黒出し、ね、もちろん黒で で、はい、えっと、さっきのハイタニとかの霊媒の時に、ちょっとリスクを負って、うんまあ、ハイタニ死んでもいいかっていう時に、ちょっとだけ引っかかったんで、ゼロストップルールをちょっとだけ疑ってて、<ー>あとは、あのー、なんて言うんだろうな、このタイミングで黒出しって結構、リスクあるっていうか、偽物だったら、<ー>なんかね。 即座的に梅原さんは何なんですかあ、本物だと思ってるけど本物、本物、ありがとうございますそれでは、写楽節奈さん、どなたに投票されますかええー、梅原さんでお願いします梅原さんに二票目が入りますでは続きまして1、一番梅原さん、どなたに質問されますかあの、節奈さんで どうもどうもどうも切なと言いますあどうも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 お世話になっておりますはいえーはい、ピチカさんが人狼でしたああ黒,黒出たんですもんね <laughs> 出ましたえってことは上原さん目線で見ると、はい、えっとくらんぼちさんとピチカさんが人狼をですねカロビちゃんが強人ですよねですねそれ以外ないですありえない、はい、え え、でも、えー、っと、で、梅原さんは打足さんに最初白出ししてて、その次の日はゼロストさんに白出し。あれそうです。で、その次の日があのピチカちゃんに黒出しですもんね。そうです、そうです。ほう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 。え、でもこの,このままじゃ占いローラーをして、今日梅原さんは釣られますが、明日村人はどうすべきですか、すはい、梅原さん的に見て。いや、まあもちろんピチカさんを釣る。釣る。べきです。 絶対に。絶対に。絶対に黒出してますもんね。う、そうですよね。ありがとうございま梅原さん、どなたに投票されますか。ピチカさんで。安藤ピチカさんに一票目が入ります。では、続きまして、三番。ピチカさん、どなたに質問されますか。えっとー、じゃ、あ梅原さんで。 あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっき、あの、ポルちゃんとも話していたんですけど、はい。さっき私に、騎士ですかって聞いたところの、あれは、あれはもう、ふざけ、ふざちょっとふざけちゃいましたね。すいません。ふざけちゃいましたかはい。ごめんなさい。言うわけないじゃないですか、でも。言うわけないと思って、ちょっと、あの、初めてだったんで、どういう方かわかんなかったんで、ちょっと軽く、はい、軽く言っと。いちゃった感じですかはい。 いうわけなかったんで、全然、そんと。あ、じゃなるほど。それが気になったんだったら、ごめんなさい。あ、わかりました。ちょっと、はい。そういうことで疑われてるんでしたら、ごめんなさい。うん。でも、でも、村を守るために、ここで、あの、本当に騎士だったとき、騎士だったちょっとでも、一個、一個ごめんなさい。ちょっと、まあ、死ぬじゃないですか、私。はい。死ぬので、はい。一つだけ言わせてください。はい。あの、あれが信用しないでください。 あんなので信用しないでください人をえ<っ>倉持さんをあんな仕込みで信用しないでくださいなるほど私が言ったのはそれだけですわかりましたありがとうございますそれではピチカさんどなたに投票されますか梅原さんで梅原さんに3票目が入りますでは続きまして4番打足さんどなたに質問されますかうーんじゃあゼロスト いあのさ、はい、ちょっと四してたんだけどさ、うん、カルビ死んだった場合ってどうなんだろうえっと、カルビがんだった場合は、えっと、カルビがんだった場合は、えっと、倉持さんが黒。うん、まあそうあの、それ単純に梅原倉持が黒になるじゃん。うん、いや、そういうわけじゃないね。 カタフ狂人。狂人あ、そうそう、だからその狂人と。あーはいはいはい。うそうだね。ラビだね。村人るじゃん。ね、うん。ってなると、ピチカさんまず違うじゃんうん。どれも違うってなるじゃんうん。そうすると、ゼロスト目線、それだけ考えたらプルル切断になるじゃんあ、どっちかなるじゃんああ<ー>。どれはプル,ルルだと思ってね、さっきからずっとね。うーんー。 それはなぜなら、プルルがゼロスト抱き込もうとしているようにしか見えないんだよ、さっきからな。なんか思考が一緒じゃん。まあそうだね。まあお互い結それでは、打足さん、どなたに投票されますか<あ>ー <laughs> うーん、まあピチカさんで。ピチカさんに2票目が入ります。じゃあ間違えてください。間違えた。<laughs> すみません、気持ちは梅原でした。はい。 一応、えっと、僕が誰々に投票しますと宣言した後の修正は聞きませんが、それまでの文言が、えー、途切れる前だったら、えー、投票、オッ OK でございます。では、続きまして、5番、ゼロストさん。どなたに質問されますかピチカさんで。はい。はい、どうも。どうも。えっと、はい、多分まあここで、はい、その梅原さんつらいのも確定してるんで。はい。 の釣られた後のことを話した方がいいと思うんですよね。はい。で、多分、えっと、一人誰か噛まれると思うんですよ。はい。で、噛まれるプラス、えっと、人狼側は多分、白の村人じゃなくて、騎士を噛みたいと思うんですよね。うんうん、はい。なんで、多分、 ティチカさんとかはうん、うん、多分知らないと思うんですようんおそらくに多分なんか騎士っぽくないんで<え><あ> <laughs> でもなんか黒って言われてるから、はい、そこでなんか私噛むのはまあでも別に他のパターンそう,そ,うそうなんでそう黒疑いなんでまあ、うんうん、多分僕か 物産が食われる可能性あるんで、うんうん、そうですね、はい、そのあとのこと考えといた方がいいかもしれないですわ、ね、かりましたそれではゼロストさんどなたに投票されますか梅原さんで梅原さんに4票目が入ります投票の結果本日処刑されるのは梅原さんですそれでは最後に遺言をお願いいたしますえー クラモチ・ピチカが人狼です役に立たなくてすいませんでしたそれでは梅原さんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります生存した皆様はビデオの停止を押してください それでは皆様おやすみなさいませいやしかしながら最終まで来ましたねまだまだ全然前回はできる状況ではありますが、えー、視聴者の皆様にですね事実だけちょっとね整理しましょうまずですねだ打足さんが人間だった場合の目線において大事なことは倉持さんが絶対的な偽物であることと えー、カルビさんか梅原さんはどちらかに本物の占い師がいるという視点に立つことですね。なので、ソ、え、ク、っと、さん目線での確定人間は、セツナさんだけになります。ラ楽セツナさんが確定人間なのがソクさんの目線の事実。 これなぜかというと、倉持さんが偽物なん,だなんですけども、梅原さんとカルビさんの中に本物の占い師がいるため、梅原さんはピチカさんを人狼結果出しているため、他の方々は全員人間なんですね。そうなると、カルビさんが刹那さんに人間と打ってるため、刹、え、那、ー、さんがダスクさんの目線では確定人間になりまして、えー、ただし梅原さんがピチカさん黒と打ってるんですけども、カルビさん、梅原さん、梅原さんとカルビさんの中の真偽はつかないので、倉持さんが、えー、カルビさんが強人だった場合は、倉持さんが人狼になるっていう形ですね。 なので、えっと、打足さんの目線では、ピチカさんが人狼かもしれない。プラス、えー、ゼロストさんかプルルさんの中に人狼がいるという構図という形です。さあ、では参りましょう。騎士の方、起こして参りましょう。今日、ッチちボコったらさすがにね、もう罪なんで、今日ね、めちゃくちゃ騎士大事です。騎士の方、ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。 はいそれではシャラクセツラさん本日どなたをご衛なさいますかゼロストさんでお願いしますそれでは本日ゼロストさんをご衛いたしますお願いしますそれではビデオの停止マイクのミューとお願いいたしますさあということでゼロストさんをご衛したのでダソクさんがゼロストさんを襲撃しますといった瞬間にグッジョブが起こって縄が減らないです 本来、一生、襲撃取れば一生になって、最終日という場面を迎えるんですけども、基本的には。あの、刹那さんを襲撃した、もしくは、えっ、ー、と、プルールさんを襲撃すれば、一応、4人盤面で、あの、一応ね、最終日ではないんですよ。騎士が生き残ってるので、最終日には、せっかくではないんですけども、まあ、基本最終日みたいな形ですかね。さあ、それでは、打速さんの襲撃先をね、聞いていきましょう。まあ、ここはね、3択なんですよね。結果。 GM 目線だとねせつなさんが棋士だということを分かってるんですけど3択ですねまあゼロストさんかプルルさんかせつなさん3択それでは座足さんのビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますはいそれでは相方が死亡してしまったので30秒に減りますが えーまあ推理とか襲撃先の悩みを30秒以内に行っていただければと思いますそれではどうぞあのもうアホになるしかないんでピチカさんを襲撃したいと思いますもうこれで大丈夫です <laughs> はいそれでは安藤ピチカさんを襲撃いたしますはいお願いしますはいそれでは引き続き頑張ってくださいはい この襲撃めちゃくちゃ面白いけどな。これによって梅原さんが破綻するので、破綻というのは絶対に嘘、偽物を置いてる占い師ということは確定するんですね。ピチカさん人狼と言っていて、えっとピチカさんが襲撃されるということは、えっと。 ではないといととうことなのでルルール上ね。なので梅原さんが絶対に嘘だということがわかるんですがそれによって何が起こるかというとダスクさん目線ではカルビさんが本物になってセツナさんだけが人間になるからプルールさんがゼロストさんの中に人狼がいるという形になるので破綻は全然しないという形ですね梅原さん自身は破綻するんですがただ村目線においてもカルビさんが倉持さんの、えー、二択になるために本物の占い師がダスクさんの人狼結果出してるのにダスクさんがその収益するのですかっていうみたいな論理にいけるという形ですね。 さあそれではですね4日目を迎えましょうこれは面白いこれは面白い赤身カルビ新コースですよこれ新しいコースが新しい焼肉のコースが出来上がる4日目の朝を迎えました3番安藤ピシカさんからビデオの開始のみをして戻ってきてください4番ダソクさん5番ゼロストさん 7番天木プルルさん8番写楽せつなさん恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました昨晩の犠牲者は安藤ピチカさんですピチカさんはビデオの停止を押してくださいそれでは皆様現在4名生存です4日目の話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたしますそれでは話し合いを開始してくださいどうぞおはようございますおはようございますおはようございます えア,アホがおるな。マジ <laughs> あ <laughs> アホがおるな。えーアホアホがおる。ナメプしてるだろこれ <laughs> なんか黒っぽいやつ噛まれたよ。<laughs> <laughs> 黒私されてたろ <laughs> 噛まれたから。あっほんと <laughs> だよ。てんってことは。

太鼓なし太鼓なしなのね。これってどうだろう太鼓したところでなんかあるないかも。あの黒が太鼓で出て、バスケ。4人の状態で太鼓で出ても1人ずつ殺してんそんな意味ないでしょ。でない。かだらね あほあ方がいるってことでしょ？え、完全に潜伏してる可能性があるってことでだ,だって。すごいえ。え、え、ってことはやられやられたってこと？<laughs> だからうう上原さんは適当なことを言ってたってことですよね。<laughs> そ,うそうそうそう。上原さん適当なんですよね,ねめっちゃ。うん、これありじゃないの。<laughs> だからいやそれはだってさ, <laughs> さっきまでの流れで俺でしょ全員から見て。えでもでも今原さん。 アホがいるなって言ってたってことは、だって人狼って食べれる人選べるっすよねそうだよ。あれわざわざそんなの選ぶって思って。おにぎがなんか。黒出しした人噛むやついると思って。意味わかんなくないすごい攻めるじゃん。すごい攻めるから攻めるな。すごい攻めるな。いやいやいや。いやいやいや。いや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 。だってこれで俺じゃなかったら終わりだよ。 え、なんでゃぞくさんさ <laughs>、うん、ピチカさん食ったのなんでって俺じゃないもん <laughs> えだってさ100%みんなからしたら俺だけど違うパターンって100%じゃないじゃんえゼロストさんとかがか完全に潜伏してる可能性があるってことですよねそうだよだって確定しないじゃん何もだからあの<が>カルビがシーンだった場合どうすんのって話 うん、そりゃそれもねー、うん、正直あるけどそうあるねあるね,あるね<う>正直あるそれどうなのっていうめっちゃあるそれ,<う>それでは話し合いが終了となりましたそれでは皆さんマイクのミュートをお願いいたします本日犠牲となっていた

兄貴がさっきとっさにピチカちゃんに入れちゃったのってウめちゃんと生き残ろうっていう気持ちがそれはさすがにそれはさすがにないそれはさすがにないあの単純に黒出しされたからっつって一瞬変わっちゃったねノーあローラーはローラーでとかってたからそうそうそそれはないんだけどまだたださ カルビーシーンだった場合ってまりに何も確定してない中でさ俺はこっち殺しに一番来てるプルルが怪しいと思うしかないんだよね。まあそりゃそうかもしれないね。うんただ確定してないし倉持<い>が言ってたのもあれもう本当んに仕込みだったらマジですげえ女だぜってなるんだけど。うーんな二2回目でさ黒出ししてるから多分うん、うん、残りたいと思うんだよねロダーにしても最後まで。まあすごい残りたそうだったのから本当に黒だな。 なんじゃんからって思って新メー見てんだよねそれではダソクさんどなたに投票されますかは、うんまあ、プルルさんでお願いしますプルルさんに一票目が入りますでは続きまして五番ゼロストさんどなたに質問されますかえーせすなさんでお願いしますこんにちはえっと、こんにちは多分僕とプルルはもう多分決まってるんですけど、うん さんって誰にいる予定ですかええ正直に申し上げますと、はい、えっと、ソクさんが怪しいとは思いつつも、はい、えっと、あとは、ちょっとゼロストさんもちょっと検討しています。嘘でしょえ、だって、でも、でもそうなんですよね、ゼロストさんもプロルちゃんもすごいムラリなことを言っておって、はい、え、だけど、なんかもう、もしかしたら。 ちょっと待ってよかった俺せつなさんに話しかけてよかったえ助けてくださいそ分かれたらちょっとまずいんではい俺多分カルビー真の可能性あるんすけどはいそれ俺は打足さんに入れようかなって思っててはいあまあ実はもう俺も全然俺に入れてくれてもいいですじゃあ最悪最悪でも理由としてははいはいはいえっとあの打足さんが釣れるって打足さんが釣れるからそっかそうですよね村のはいすいません それでは、ゼロストさんどなたに投票されますかえーっと、だ打足さんで <laughs>。打足さんに1票目が入ります。では続きまして、7番、甘木プルルさん、どなたに質問されますかえー、せつーなーでお願いします。はい。えー、プルルもお願いします。あのー、兄貴なんだが、兄貴なんだが、でも、正直、ゼロストが、 あの、うん、もう、怪しいかと思われたら、怪しくもある。うん、理由は、うますぎ、うん、そう。だから、だけど、それを起こすぐらい、うん。やっぱり、あのー、うん、なんか、兄貴の、その、発言うん。が、あのー、ここで、これ、あもちさんを釣る必要はないんじゃないか、とか、ハイタニ先生が死ぬリスクはああ、確かに確かに。そうね、ハイタニ先生はそもそもあるから、 うん、おめで、なー。なんか、のもおかしいのかなー。おかしい。え、どう、でこったんだよね。そう。まあ、でも。うん、そう、でも、黒川だったら、どっちかというと、梅ちゃんの方を。うん。から。う、つらせてたんじゃないかなと思ってるけど。ーえー、どう、どうしよう。あられちゃん。<laughs> それでは、プルルさん、どなたに投票されますか。 兄貴でダソクの兄貴でダソクさんに二票目が入りますでは続きまして八番シャラクセツナさんどなたに質問されますかダソクさんでお願いしますはいあ、お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 願いしますおはようございまーすおはようございますえっとダソクさん目線で言ったら今ってどうなったらおられるんですか 俺から目線は、はい、そのゼロストかプルルなの。はい、セツラが真の騎士ですからねそう。で、まあ、これに関しては確定できる要素が何もないんだけど、全体的に盤面を動かしてたのはプルルだからプルルなのかなっていうぐらい。うん、えでも、だいぶ動かしてたけど、うん、でも結構、村人的には価値のあることを言っていたなぁと思うんですよ。 それがカルビが最初に死んでる情報を通さなくてカルビのこと誰も思い出さなくなっちゃったじゃないあ<ー>だからカルビが死んだった場合のことについて一切考慮してなかったから<ー>俺から目線で言うとえー、そうなんだうんそうなると、えー、実際もう倉持死んで確定でしか考えてなかったように見えたからはい<ー>だからつながってんのかなって思ってたわ,わかりましたありがとうございます それでは節乃さんどなたに投票されますか。えー、すいませんダ速さんでお願いします。ダ速さんに三票目が入ります。投票の結果本日処刑されるのはダ速さんです。それではマイクのミュートを解除して遺言をお願いいたします。えー、本当にぶっさうまいね。マジでやられたわ。悲しいです。みんな本当に。 この笑ってる、その笑いが、セスロスカもその笑いがね、あの凍りつく場面、このゲームあるからね。今後は考えた方がいいと思うよりは。ありがとうございました。それでは、ダソさんはマイクのミュートビデオの停止を押してください。ダソさんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいりません。3名の方マイクのミュートを解除してください。 いや、勝ちですか勝ちですかいや、まだわかりませんよまだわかんないか村人陣営の勝利です、おめでとうございまーすよかったーやだーそれでは皆様、お戻りくださいやだーナイスーやだーナイスナイス 兄貴ごめんいや無理だよアニごめん本当に。でに最後のピチカガミはかっこよかったかっこよかったアホがいるってアホのうるするしワンチャンあったよホントにすごい。ったではですね私の方からまずは配役の解説をさせていただきますまず人狼お二人が梅原さんとダソさんのお二人でございましたそして それをサポートしていた教人か、赤身カルビさんが教人でございます。一瞬で分かったそして、本物の占い師が、倉持ゆかさんが本物の占いそしたお店霊媒師が、ハイタニさん、そして、騎士が、シャラクセツナさんでございました。ああ、なるほどね。よかったあ、俺、カルビが、人狼の方だと思った。

いやちょっと最後、せつなさん怖すぎてせつなさんに話しかける以外のタクがなかった、ね。え, <laughs> えだってだってだって,だって、ゼロストさんうまいんですもん。なんか俺とプッサンでせつなセスナさんを説得する図ができてた。大丈夫だ,ってだってダクさんがこんな あほらやつおるなとか言ってるからじゃあ狼じゃなかったんだじゃあゼロットさんだってなっちゃって実際問題だってカルビが死んだった場合マジで終わってたからねそうだよほんとにその可能性もあるからね確かにんでみんなその説を疑ってくんなかったのいやカルビはあの死ぬ時に死んだったらねえほんとに死んでって言ってたと思うんだよねいや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 あえたのあえたんだよあえてだからちょっと

なななっちゃゃううねそれ危い人狼やったら逆のいそうなん5分ほど休憩を取りますので22時52分から2戦目を再開させていただこうと思いますのでそのまま配信つなげたままで結構ですので52分まで休憩をたいんしていただいて大丈夫です。 プルル殺そう。プッサン殺した方がいいよね、絶対。プッサンが人狼だったとき怖いな。いや、マジ怖い。実際やられたもん、それで。前回、ボコボコにされました。しかもなんか、プルルちゃんがめっちゃうまい中、ハイタリさんがマジで静かに潜伏してたんですよ。すっごい村、村みたいな感じで。 え、なんで、倉持さん、あんなに白く見えたんだろう。ねお、よかった。やっぱ白ッションかった。パッションだですよ、パッション。パッション。最初の、あの、メモ、うん、メモで、うん、さすがに、ちょっと、い絶対、信じるでしょ、そね 信じちゃった。やったさすがに信じちゃうと思う。回は少なくともめっちゃ白かったんだよな、なんか。うん、白かった。もしかしたらね、こうやってなんか仕込んでるだろうみたいな。うん、うん、うん。一発目は超強いと思う、それ。うん。なんだろう。なんかもう服も白いから余計白くない。そのためのなんか白いもんな。白いよ。もう見た目が。部屋白いから。 そう、部屋も白いし。いやー、でもな、やっぱ D に白出しやりすぎたな、マジで。それで、だって、裏表れちゃったもんね。そう。そうさ、打足さんに白出ししたから、やりすぎちゃうんだよね。あ、そうか、人狼同士で白出しにしちゃうと。多分ね、ミスが2個あって、D、D、D 白と、D、D、D 白とハイタニガミっていう2つの過ちを犯して。 西郎は攻めすぎだと思って。攻めるじゃんと思って。いやね、ちょっとね。なんかそれで、そうだね、倉持さんにダソクさんを占わせよってなったから。そうそうそう。うあれはめっちゃ攻め、攻めだよね。っそうだよな。初心者が手を出すべき戦法じゃねえよな、絶対。え、そっか。 芯取れたらもう一直線で勝ちだけど。てか、芯、芯、芯ってなですか芯名みたいな。本物、本物、本物。本物ってのはもう村人の占い師、この人本物の占い師。本物で見てるって意味です。芯名で見てる。霊媒師一人も結構やばいね、こうしてやるとね。強いね。確定しちゃうので。いや、強い。確かに。マジでどうしようかと思ったん他のルールだと、 なんんかかかの数違ったりとかあるんですかまあ人数によっていろいろ変わったりする。霊媒師、語りで出るパターンもあるからさっ,きさっき占い師3人だったけど、れ占い師2の霊媒師2でどっち,どっちも偽物っていう状態あ。はいはいはい、はい。教人が自分霊媒師です。この人数でも強人が霊媒師って言っても全然ありですよね。うん。ああ、そっかそっか。 村人の語りもオッケーなんだよね、これ。村人語りはい、オッケーでございます。村人がそれ占い師とか言ったり。え、それって村側にリアルの一応その手上げて手上げさせて下げるっていう。ええ。出させるみたいな技だったり。まあいろんな使い方あると思う。え、村人が語るんですか だから僕占い師ですって、なんか出なそうな時に俺占い師ですって、後からついてきたやつが手挙げて、一人しかいなかった時に、あ、じゃあ僕偽物ですって、多分この人本物ですみたいな。へぇーああ、なるほどそういうことかへぇー賢そういうのもあるんだ。え、それ読み合いすぎるよそうそれさべまた違ったりとかもするんだよね。影山人狼がね、そうなっちゃって、俺はもう、怖い、怖いと思って。ああ、そういうレベルになったらもう怖くて。 言いたくないってって。あ、レベルが上がると村人が語り出すんだ。<laughs> そう。ええー。いや、なんかもう、い,ね、いや、もうフードとかも開幕、騎士ですとかやるから。<laughs> いや、そう。やってるわ。<laughs> な、村でね。<laughs> 何にも役職なくてもやってる <laughs>。何の意味があるの?それ。何 <laughs>、何な,なんですかそれ、言いたがりなんですか?。いや、なんかだから、別に、その。え、何だったかななんか理由があったんだよな。なんか、そんなもやってたのよ。あれよ強いんだそのやったのがそう。 キシ,シってことにして自分がかばれた方がキシが被れなくなるから。そうそうそうあー,ーなるほど。人狼って狂人が誰かってわかんないよね。わかんない。ん,いんさっきは一瞬でわかったけど。さっきは一瞬でわかった。<laughs> だって俺たちも本物がクラムさんで即わかったもん。即わかっ<狂> <laughs> あんなのあんなのずるいもんだって。強人もわかんない。<laughs> もう最後の方まで黒がクラさんだと思ってたわあそうなんだ、えー、<laughs> マジで、うん、えーうん、えー。それでは皆様そろそろお時間となりましたので2戦、はいはい、目を開始したいと思います、えー、流れは先ほどと同じとなっております席順をですね、えー、2戦目からまた入れ替えておりますので一日目の投票の順番はこの順番となりますのでご注意くださいそれでは皆様まずはマイクのミュートビデオの停止を押してください はいまだ配信のコメントここから見れなくなりますのでご注意ください。それでは皆様おやすみなさいませ